はい、第1回シエラチャンネル餃子早包み対決を始めたいと思います。じゃあとりあえず12個12個あるから、はい、時間を競う感じね。どっちが早く包み終えられるか、はい、場合によってはその包み方の綺麗さも判定基準となります。はい、自信のほどはいかがですか？絶対勝ちます。絶対勝つそうです。負けないぞ。では手に準備します。あ、持った状態です。持った状態からスタート。割としっかりした、はい、結構ちっちゃいね。ちっちゃいよ。ちっちゃめだからあんまりたくさん入れちゃうと溢れちゃう。うん、溢れるから注意して。いきます。はい、よーい、すー。好き。ずるじゃん。いくよ、よーい、すき焼き。よーい、スタート。お、やり方違うね。やばい、入れすぎないようにだけ注意して。入れなさすぎてもちょっと餃子として、うん、ね、美味しくないけど、いや、適正な量がまだわからない。結構分厚めの皮だね、これ。しっかりしてるから。溢れたか。うん、私も溢れた。これかなり小さい。そうね、ちょっとちょっと減らさないと。私もやだ。え、もう2つやってんじゃん。早い。え、どうしよう。あ、まちゃんよく言ってね、実家でやってたんだよね。ですよ。いや、私も実家でやったけどさ、まちゃんそんなに回数は多くなかったから。そうか、負けた時の罰ゲームとかあるの考えたら。そうだね。勝った方が多く食べられるっていうことでしょ。それどうやったって俺が多く食べるじゃん。ふーちゃん綺麗だね。上手だね。上手でしょ。うん、天才。私ダメだ、もう餃子諦めないで。諦めないで。いや、これ半分も使えてないんじゃない、ショック。もちゃんの勝ちじゃん。じゃあ勝者のまーちゃんは私のやつ手伝って。Calling.
ごちそうさまでした。